岡上森道は、日本の記者、労働運動家、木曜会、新人会の参加者。黒ポトキンとレーニンにちなむ黒田レイジの筆名で、知られる。高知県長岡軍大篠村出身。東京帝国大学の新人会に参加。また、麻生久志らの木曜会に参加する。1916年に、東京帝大法科大学経済学科卒業後。 満鉄島は経済調査局に勤務し、ロシア革命について研究。1920年の第2回 ILO 総会に、政府代表嘱託として参加後、大阪朝日新聞モスクワ特派員、ベルリン特派員などを歴任。1922年のプロフィンテルン第2回大会において、山本健造の通訳として活躍。1936年に帰国し、朝日新聞社を退社。 1940年まで東京銀座で日独交流し、日読循環を観光。後、高知新聞などを経て、1942年に衆議院議員に立候補するも落選し、1943年に海軍に招集される。同年、ボルネオに渡航途中、乗っていた船が撃沈されて死去した。ジップの岡上修造は、秋市で捕鯨会社を経営していたが、 早くに亡くなった。母のうさぎめぐみは、夫の死後、東方長村に転居し、裁縫教師となり、地元の実力者、三谷彦衛門と再婚した。ベルリン特派員時代に、ドイツ人女性シャルロット・コルベルクと知り合い、妻子と別れてシャルロットと1928年に再婚し、娘のアントニア・ナミエを設ける。シャルロットと娘は日本に帰化したが、 森道没後アメリカへ渡った。ABCDE 鏡上森道岡のえ森道20世紀日本人、明治天 ABCDEF、国際人、黒田霊コ高知との関係を中心に、より岡隆史、徳島大学言語文化研究、2016から12、ありがとうございます。